はいどうもお疲れ様です。今回ですね、暗号通貨の中でも、まあ主要銘柄であるビットコインね、こちらの方から派生して様々な主要通貨アルトコインというふうにピラミッド上に広がっていくわけですけども、いや非常に残念なニュースばかりです。あの、残念なニュースの裏にはチャンスが潜んでいるとも言えるんで、今日はそのことについてもお話ししようかと思います。 え、ビットコインデジタル通貨は危機混乱倒産の中で2022年の仮想通貨の冬に暴落するということで2022年どうしようもないほどねこの暗号通貨仮想通貨ってのが暴落してしまいましたただしね暴落といっても 私2014年からこういったデジタルカレンシーのこと見てるんですけども、そのことから考えると、ものすごく急騰して今調整に入ったとしか見えません。え、この辺がね、希望になってくるんですよ。でもここ3年5年で参加した人にとってみたら、いやもうクライシスだよってね、本当に危機の時代だっていうふうに暗号通貨については感じることになると思います。え、そしてビットコイン、その他暗号通貨がものすごくね、一番歴史上有名になったのは、 どこかっていうと実は2021年なんですよ2021年には、まあ有名なね、芸能人やミュージシャン、その他あ、多くの経営者の方が、暗号通貨とかビットコインをね、結構買ったことがリリースされてニュースになったんですよ。まあそうしたことによって、一部はそういったデジタルカレンシーのことを知らない方が、新規に小さな口座を お、解説して参入してくるとかね。え、それから、ま、暗号通貨とか、あ、活動通貨の取引所とかね、販売所っていうものの、高額なアフィリエイトによってですね、拡散された情報が多くの方の、お取引所の口座開設に至ったりとかっていうので、まあ、かなりブレイクしたんですよね。まあ、中でも一番有名だったのは、あの、テスラモーターズのね、イーロン・マスク氏が、このビットコインを大量購入したっていう、まあ、そんな報道です。 で、たくさん買って、そこを機会に、ついに念願だったビットコインの、1ビット、500万円を超えたわけですよね。1BTC500 万円を超えて、なんと700万円以上の価格をつけたんですよ。いや今年中に、2021年中にこれ1000万いくんじゃないかなっていうふうに、何の根拠もなく勢いで感じたのは私だけではないはずなんですよ。で、1000万いくかなと思って、売らずにいると、それがみるみるね、 600万円台にな、ね、り500万円を切る羽目になって、いやいやすぐに回復するよ。これは一時的な利確の人たちがその流れを作ってるんだよっていうふうに、なんとかね、もがいていたわけですけども、そこからあれよあれよと300万円を割って、今220万とか230万をなんとかキープしてる状況です。ビットコインにつきましては、なんとね、昨年に比べて64%が急落した。半分以上が消えてしまったんですよね。 これ誰かが理覚したんだったらまだいいんですけども、そうじゃないんですよ。昨年の11月、FTX というね、世界で2番目の巨大なバイナンスに次ぐ暗号通貨の取引所が、なんと、まあ詐欺と言っていのかどうかわかりませんけども、あやふやな経営をしていたってことによって、まあここ倒産したんですよね。世界にも支店があったんで、もうもちろんね、そこに預けていた人っていうのは帰ってこないですよね。つまり本当に消えたんですよ。 相当なレベル値の上にレベル値をかけたそういったビットコインをはじめとする暗号通貨全てがねデジタル上のカウントでしかなかったってことなんですよまあもともとビットコインっていうのはデータですから現金が存在するわけでもなくってえそして、ね、どこかが責任を持って管理運営してるわけではなくってもちろん日本の金融庁も f ビーも関わってませんからねそういった意味で投資家保護には全く当たらずにただ単純に消えたってことなんですよね まあ、つまりは消えたというよりも、そこになかったものがあるっていうふうに私たちは錯覚したわけなんですよ。まあ、その他ね、イーサリアムは、えー、1200ドルで取引されているということで、今でもね、まあ、そこそこの金額ではあるんですけども、一時期みたいに、100万円を目指すようなね、47万、48万みたいな金額はもう、ついと見ることがなくなりました。そして、ルナ、ステーブルコインの暴落。ね、ステーブルコインだって当てにならないわけですよ。 だいたいステーブルコインっていうのはそのコインを維持するために経費がかかるからステーブルなわけがないんですよね。USDT も例外じゃないですよ。ステーブルコインとトリージョプラットフォームを取り巻くいくつかの危機器も火に油らせとぎ暗号市場のファイアセールにつながったと。もう炎上したってことなんですよ。 で、仮想通貨市場ではビットコインが2万9000、えー、ドルを下回り、16ヶ月ぶりの安値となって、まだとどまることを知らない下落になってます。5月初旬から5週間で1兆ドルが蒸発したって書いてあるでしょ。だから本当になくなったんですよ。ね。まあテラっていうね、ステーブルコインは、ここもですね、まあ消えてしまったんですよね。まあつまりね、暗号通貨っていうものの中には、もうまがいものが大半潜んでいるんですよ。ですんで、この中で、 大きな利益を得る可能性は非常に少なくて、資産を全部失う可能性は非常に大きいということになっています。その中でも、もうこれしかかけるものがないっていう人がね、殺到して最後の資産を失ってしまうっていう、本当に死死累々の状態なんですよ。もちろん余剰資金がなくなる方はまだいいですけどもね、そうじゃなくて、暗号通貨を決済しないまま取引所に置いといて、それを少しずつ生涯にわたって決済していって、なんとか人生を逃げ切ろうと思った方。 この一年で資産がほとんどの方は9割失われてるわけなんですよ。まあ、皆さんもそうだと思いますけども、一時期の含め益考えてみてください。ほとんどなくなっちゃったんじゃないですか。つまりは私たちは夢を見ていたってことなんですよね。まあ、そこを認めてえ、本当に価値のあるビジネスや、うん、意義のある投資ってものに振り向けていかなければ、暗号通貨のこの荒波に揉まれて、これからもね、とんでもない人生の後遺症を残すことになると思います。皆さん、ご評陣くださいね。 私がね、最も誰よりも暗号通貨をこうやって見てきてそして得た結論なんですけども最最ももも難しい、最もあやふやふなものが暗号通貨です。ここには何のテクニカルも通用しませんしまあ何のファンダメンタルもうん、うん、その相関関係を持たないんじゃないかなっていうところですよね本当にね一か八ですこれ暗号通貨同行するよりも FX で力をつけた方が私はね現実的だと思いますよ